日本防卫省日前提出年度预算申请案，其中的采购计划打破了数十年来日本宪法对自卫队制定的导弹射程在数百公里内的限制。8月、アメリカのナンシー・ペロシ下院議長の訪台を受け、中共は日本から160キロ足らずの水域に弾道ミサイル5発を発射し、大規模軍事演習を台湾海峡で行いました。日本政府は中共がアジア太平洋地域の安全保障にもたらす脅威を懸念しています。日本防卫省申请预算时说明，中共继续威胁要使用武力单方面改变现状，并且正在深化与俄罗斯的结盟。防卫省还提到，朝鲜没有实现无核化，也是对日本的一个威胁。据悉，这份预算经费计划用于大规模生产攻击船舰的巡航导弹，以及攻击地面目标的新型高速滑翔弹道导弹。巡航导弹由30重工设计，射程比正在使用的12型导弹更远。日本防卫省也在寻求资金开发高超音速弹头。日本の防衛省はこれらの計画された兵器の射程距離や配備数を明示していませんが、もし日本の南西にある沖縄諸島の近くに配備されれば、これらのミサイルは中国本土の目標に到達するのに十分な射程距離を持つことになります。新東人テレビ記者の清水敏子が日本からお伝えしました。